あの客人って準備してちょうだい。仮説、思想は常に言葉よりも先にある。ならばこの喜びを定義できる言葉はない。お会いできて光栄です、アスターさん。申し訳ありません、予定より4分13秒も早く到着してしまいました。ご迷惑でなければ良いのですが。とんでもありません、スクリューガム様。ようこそ宇宙ステーションヘルタへ。そんなにかしこまる必要はありませんよ、アスターさん。様など使わなくとも結構です。ヘルタは知識が集結する場所、ここでは思想の平等を賛美しましょう。有機生命体の協力は実に奇妙で効率的だ。あなた方が宇宙ステーションを再建するスピードは私の推測よりもはるかに速い。ありがとうございます、スクリューガムさん。よろしければこのまま宇宙ステーションをご案内しましょうか。前回のサミットの後、シリコンベースマトリックスに基づくいくつかの新しい研究プロジェクトを立ち上げたんです。ぜひ案内していただきたいと言いたいところなのですが、ヘルタさんとの約束がありますので、そのサプライズは後で堪能させてください。ミス・ヘルタは彼女のオフィスにいるはずです。どうぞこちらへ、ご案内します。はい。こちらの方は。おいこの予想外の反応。あなたが最近よくヘルタさんの話題に上がっている方なのでしょう。彼女と同じように私もあなたに興味があります。性格と共に生きるというのはどのような感覚なのでしょう。これから先お互いを理解し合い、この疑問の答えを見つける時間があると良いのですが。すまない、本当は貴様を案内しようと思っていたんだが、少し厳しそうだ。ああ、じゃあ俺は先に失礼する。もう一度だけ言うけど、ルアン・メイがあなたに何を吹き込んだかなんてどうでもいいの。模擬宇宙を閉鎖するって？ありえないから。ヘルタさん、これは私が決めたことなのです。質問、このプロジェクトに我々がつぎ込んだものは、何百というシステム時間と惑星一つ分の資源、そして宇宙の最先端技術です。そこまでして我々は何を得たのでしょうか。未知、疑惑、数え切れないほどのエラーです。当初我々はアイオーンが行動する縮小世界を垣間見ることはできないかと考え、模擬宇宙を定義しました。しかし今の模擬宇宙のあり方はその目標から逸脱しているではありませんか。模擬宇宙にはエラーが必要。あなたが言ったことじゃない。現状の模擬宇宙はあなたの言葉と完全に一致してる。何が不満なの？私は知識の本流を評価していますが、模擬宇宙が永遠に処理待ちの契約書になっている状態を認めることはできません。ヘルタさん、考えてみてください。このプロジェクトはどれだけの喜びをあなたにもたらしましたか？そしてどれだけあなたを失望させましたか？模擬宇宙は私を失望させたことなんてない。私を失望させているのはあなたでしょ？自分が偉いとでも思ってるの？今のあなたはまるで。
まるでグロークラブの一員みたい。ヘルタさん、私はあなたに疑問を抱いているわけでもなければ、あなたが模擬宇宙のためにしてきた努力を否定するつもりもありません。ただ知識やインスピレーションが自由に育つ空間を与えたいだけなのです。もういい。やりたくないならやめればいい。自分で残りの二人に話をつけてきて。ああ、あなたの技術も一緒に持っていってね。別に惜しいものじゃないから。私はエイドリアン・テイラーやイプシロンの赤鼻の老人を探すことにする。博識学会に声をかけたっていい。少なくとも彼らは途中で投げ出したりしない。スクリューガム、私たちは知り合って長いけど、あなたのことを初めて冷たい鉄だと思った。申し訳ありません。お恥ずかしいところを見せてしまいましたね。事の発端は、私が一方的に学術協力を打ち切りたいと申し出たのです。誤解しないでください。私は彼女やプロジェクトに異論があるわけではありません。模擬宇宙は偉大な実験であり、ヘルタさんは紛れもない天才です。しかしながら、長期にわたる研究の過程で意見が食い違うことが増えましてね。意見の相違は往々にして偏執を生み、知識形成の妨げになることもある。諸子を離れてしまった協力関係ならやめるべきでしょう。感情面ではヘルタさんを信じたいと思っていますが、客観的に考えると、この関係は終わらせなければならないのです。彼女の精神状態が心配ですか？ユーモラスな回答ありがとうございます。おかげさまで雰囲気が和らぎました。有機生命体の感情は潮の満ち引きのようなもの。それを見極められなかった私が悪いのです。しばらく彼女を一人にしておきましょう。感情の波が落ち着けば、今後の話し合いもスムーズに進むでしょうから。あなたは模擬宇宙に用があってここに来たのですよね。それでしたら、私でも助けになれると思います。なるほど。検索。密林の奥のかがり火。星々を指す孤独な石鹸。パンクロードの精神。友よ、それは普通の器物ではありません。それは、とある巡回レンジャーが宇宙に向けて書いたラブレターです。あなたはパンクロードについてどのくらい知っていますか？パンクロードはデータとテキストで構成された星。そこでは現実と幻想の境界が昼夜のように曖昧になっています。そして、パンクロードのハッカーたちが現実を編集するためのチップ、エーテルカセットには、彼らの世界を認識し、それを書き換える方法が記録されているのです。エーテルカセットは、ハッカーの生命の記録であり、存在の証明でもある。この宇宙ステーションに収容されているカセットは、伝説と謳われた人物のものでした。とある起源によって巡回レンジャーとなった彼は、長い年月をかけて広い宇宙を縦横無尽に駆け巡り、多くの奇人や奇妙な出来事を目の当たりにしました。その中には、カンパニーや博識学会が記録していない内容も含まれています。だからこそそれは、模擬宇宙の膨大な演算資料の一部となっているのです。心配は無用です、友よ。このカセットは宇宙ステーションを離れたりしていません。
先ほども少し触れましたが、模擬宇宙にとってあれは重要な参考資料。そのため中のデータは抽出され、宇宙モデルの演算に組み込まれています。おそらくですが、これはヘルタさんが気まぐれに決めたことなのでしょう。誰にも知らせなかったためにカセットは行方不明のリストに加えられてしまったのです。あなたの心配もわかります。相手がヘルタさんのオフィスに侵入しようとしたのなら、まず間違いなく模擬宇宙が次のターゲットでしょう。ですので、あなたさえよろしければ、私も今回の調査に少しばかり貢献させてください。ご存知のように、模擬宇宙は一時的に閉鎖される予定です。私とヘルタさんが明確な結論を導き出すまで、その閉鎖は続き、再起動されることはありません。そう、今がカセットのデータを調べる最後のチャンスなのです。私は模擬宇宙における自身の特異性を生かして、あなた方にできる限りのサポートを提供しましょう。これは模擬宇宙を一方的に閉鎖することに対する謝罪の意でもあります。以上が私の提案です。どうかご検討ください。準備はいいですか？はい、行きましょう。今回は通常とは異なる方法であなたを模擬宇宙に送り込むので、いつもとは違う感覚がするかもしれません。これにより、我々は模擬宇宙の膨大なデータの中から素早くカセットの位置を特定することができます。このデータリンクから始めましょう。意識を潜らせる準備をしてください。準備はいいですか？どうぞ、何でも聞いてください。私は好奇と知識を歓迎しています。はい。実は先ほどお伝えした理由の他にも、いくつか考慮したい点がありましてね。私は、模擬宇宙の中にある奇跡は、他人の干渉を受けることなく、本物の宇宙のように、自ら成長し、芽生える権利があると考えています。ヘルタさんが、精力的に資料の限りを尽くせば尽くすほど、模擬宇宙は、彼女が望むものから遠ざかってしまうでしょう。結論、日々の積み重ねが、彼女の才能をすり減らしている。そんな状態にある親友を私は解放したいのです。ただし、これらは私の個人的見解に過ぎません。ヘルタさんに関して、あなた方には自分なりの判断を下していただきたい。天秤を持ち歩く人々のことです。彼らは、宇宙における公正な正義は、個人の行動によって広められなければならないと固く信じています。それは私の演劇の中で巡回レンジャーを最も的確に表現する言葉です。彼らは歌とラッパとともに殉死の運命を歩んでいます。そして途中で出会った個人や集団に美酒と詩を捧げるのですよ。しかし、どんな物語にも終わりはあるもの。彼らは遥か昔にスポットライトの下から姿を消しました。パンクロードには疲れを知らない生命が存在していて、真理のへその緒に触れようと試みています。彼らは星の言語、思想、そして感情を無機生命体にも理解できるテキストにしました。蝶やクジラ、それからあなたも、データの海の中では生命は一つの形式しかありません。テキストの長さの違いによって、
記述の輪郭を定義しているのです。私の心の中では常にそのようなイメージですよ。そうでしたか。ではここであなたを待つとしましょう。